はい、こんにちはです。長らくお預かりしていました 4K もね、いろんな出どこで名前がね、いろいろ違うんですけどね。これはパワーアンプリファイヤー4000と書いてありますが、ものは 4K です。残念ながらちょっと玉いっちゃってたんでね、これセラミックと、あとこっちの中押しのガラス管ね、これを新品に交換いたしました。ピカピカです。それで新しいからね、大船もねちょっと伸びがある悪いので、 NASA ほどは出ないということなので、少しねスーパー変調を軽く入れて、やります。とりあえず無変調でちょうどいいのが、うちの電気だと 0.5 から 0.8 ワットぐらいなんで、そのくらいで、眩しいかな、握ってます。でパワーコントロールをハイにして、あれ握りっぱなしだ。パワーコントロールをハイにして、あ了解しました。だいぶ出ますよ。変調が1キロ以上出てるんで、もうちょっとパワー絞りましょうかね。このくらいでいいかな、この変調のパワーね。ですです、こんな感じでやっとできました。これちょっとね、後期の 4K なので、トランスがピーマさんね、メーカー変えたんですよね。なのでオリジナルの時代のこれはね、あの 4K のトランスじゃないんですよね。後期型のトランスです。若干この配線の端子の出てるとこが違うのでね、わかると思いますけど、 4K はねここ上にねずらっと端子が出ててって感じなんですけどね。若干なのでちょっと音が少し違うかな、なんていう感じがしますけど、まあ 4K です。これね1段上げてくれっていう希望だったんですけど、ビッグウェーブ仕様にね、材料がここのところちょっとないので、今回はお見送りです。いい音だよね。はい、そういうわけで弁当箱もちょっと手入れて、まあトータルでこんな感じがいいかなと。というわけでお待たせしました。もうちょっと夜になっちゃったんで、明日梱包して送りますね。以上です。